とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、マルチでデイリークエスト、やっていきたいと思います。頑張っていきましょう。それでは、まずは、モブのダメージが 50% 増加する、このクエストですね。行きましょう。まあまあまあ、問題ないでしょう。全く問題ないとは思うんだけども、サクッとクリアしちゃいましょう。3人が多分ちょうどいい数だもんね。あ、いないか。3人がちょうどいい数、うん。で、全員今回は近接っぽいから、落ちる心配も重くなる心配もないかもしれませんね。はい、OK。 とりあえずキャプテンは全部探しながら行きますね。また6取ってクリアしたいところ。中間地点ですね。脅威は3ついてますけども、あと2体のキャプテンが後で出てくるかな。どうだろうか。出てきてくれれば嬉しいところですね。さすがに 50% ダメージアップは結構痛いね。結構痛い。ポーションバリアがないと、もうなかなか死にそうになる。うん。なんで、ポーションバリアは基本的に切らさないようにいかないといけませんね。なかなか辛いよ。ほんとに。よし、いけ。これ大丈夫？よし。おお、なんか死んでるけども生きてるぞ。なんだこれ。死んでるけども生きてるぞ。どうしたそれ。どうしたそれ。どうしたのそれ。お、キャッ。いたね、ここか。 OK。 おお、もう一匹いる。いい感じ。ちょっと待って、取るね。何が出た。ん、モブ HP 10% アップ。まあまあ大したことないね。そんぐらいだったら余裕でしょう。もう倒しちゃった。早いな。よっしゃ、最後はナイトモード。嫌いだわ、嫌いだけども、まあまあこの程度だったら大丈夫じゃないですか。一応ボスかな。ボスまで来ました。特に問題なくいけると思うよ。ナイトモードはちょっと鬱陶しいけどね。ナイトモード鬱陶しいけどいけるでしょう。で、1人が落ちちゃったかな。途中で消えたんだよね。多分落ちたんだと思います。よし、最後のエボーカーです。どうや、終わりー。おお、次は孤立した城ですね。ここは特に問題ないかな。問題なくいけるんじゃないでしょうか。じゃ、もちろん旗は取っていきますけども、ここもね、洞窟がないと出ないんだよな。モブ HP 70%。 おお、なかなかやね。なかなかのやつが出てきましたね。いい感じ。あと少しでボスですね。ここの強制戦闘を終わらせてボスとなってますけども、まあ、特に問題ないかな。特に問題なくいけそうです。うん、でもね、激怒がすごくいい。仲間で同士打ちしてくれるから超楽勝なんだよね。じゃあ、いい位置取りだな。いいところから攻撃するな。 OK。 じゃあこのまんまボスに行きましょう。うん、もう一体ぐらいね、神秘の旗取りたかったけどもないっすね。ゾンビに置き換わって 70% 増加か。あ、違う違う。ん、いや、まあいいや。よくわからん。よくわからん。いいです。もうそのまま行きます。まあ、とにかく HP が 70% アップなので、若干なりとも硬いと思います。でも、二人ともあれだね。ダイナモ怒りだね。ってことは、相当なダメージ与えるからね。しゃあ。いや、ひどい、ひどい。これひどいよ。終わり。もうそのまま放置してても毒で死んでたね。
次はシタデル行ってます。行ってるけどここキャプテンいないんだよね、ほとんど。なんでそのまんまボスにな、あ、いたいたいた、珍しい。でこうスポナーってまたねちょっとめんどくさいよね。オッケーオッケーオッケー、敵がとにかく多いから、まあ、ちょっと注意していこう。お、危ねえ。どこキャプテン、あ、あそこ、いたいたいた、お前かよ。オッケー、旗は取りましょう。何が出た、モブ HP30% アップ、うん、まあまあやね、 30% ぐらいだったらまあ大丈夫です。やっぱりスポナーが鬱陶しい、ここのクエスト。スポナーがむちゃくちゃいるからこれめんどくせえな。オッケーオッケー、まあ、キャプテンは、1体だけでしたね。うん、HP30% アップのボスと戦ってみましょう。そこそこきついかもしれないね。よし、最後の最後までスポナーに悩まされるところやね、ここは。本当に。オッケー。よし。さあ、4人で戦っちゃいましょう。では行きましょうか。おー、いきなり無敵じゃないね。しゃあ、いいね、ダイナモで一気にダメージは入る、やりやすい。こっちに行こう、ここにはまっとこう。あーっとっとっと、ここにはまっときます。あと1回爆発が来て終わりかな。おし、 OK、 ダイナモ貯めます。ダイナモ20で一気に叩く、よし、 OK、で出てきて、2回、よし、しゃー、いいね。でまた爆発かな。 OK、 爆発終わってからでも十分20まで貯めれるね。であと1回でおしまいかな。あダイナモ使っちゃった、まあいいか、オッケー、大丈夫、次の出現までには全然間に合います。オッケー、20溜まった、いくぞ、任せろ、しゃあ。はい、ということで今日はマルチでデイリークエストやっていきました。撮影編集以外の時はプライベートオフにしておりますので、その時は入れると思います。ぜひ入ってきてくださいね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。